いい加減にしろ。いつまで計算に時間をかけているつもりだ。ですが現状の機材ではこれ以上の精度は無理です。現代物理工学、最新動力工学の見地からも。助手不全が私に講釈を垂れるのか。精度不足は分かりきっていたはずだ。理論をすでに構築済み、どう実現するかは君たちの役割だろう。カルバード最高の研究室に所属している自覚を持ちたまえ。もういい。明朝結果を聞くから可能な限り進めておけ。いいな。また徹夜か。クロンカイト教授に負けたからって余裕なさすぎでしょ。愚痴っても仕方ない。僕たちは進めるしか。話が違うじゃないか。二人ともザイファ企画の民生化までは付き合ってくれるんじゃなかったのかね。すみません、本業の研究が推していまして、一応依頼されていた分まではしっかり終わらせていますけど。私も持ち分のタスクは消化済み。あとは例のプロジェクトに当てる予定だ。そちらに専念できずに問題が起きた場合、責任を取っていただけるなら話は別だが。それは依存がなければ失礼する。本当にすみませんでした。そうだ、向こうから頼まれたあれの改良も進めないと。えい、これだから博士の門下は。そもそも彼女が無責任にバーゼルを離れさえしなければ、この忙しい時にキャラハン教授もわけのわからん研究に没頭しているし。なんだ、エトワスとレッドスターが特許訴訟。とっとと顧問弁護士に仲裁させろ。アルドラと ZCF が技術提携、例の連盟か。内容はどうなっている？ AF 計画の事前リーク。タイレルとは協定を結んでいるはずだぞ。視察研修、もうそんな時期か。ねえ、そんなことまで対応してられるか。こんな時に限って重なるものだな。どいつもこいつも。いや待てよ、確かちょうどいいのがいたはずだな。彼女が残していったもう一人の門下、今はあの古臭い施設にご就寝なのだったか。シェダル大三角、やっぱりこの時間がベストかな。もう少し雲が少なければもっと良かったけど、宿題だった GO のタイミングはおよそ10ヶ月後か。それまでに帰ってくるといいんだけど。帰ってくる？ごめん、何でもないさ。問題ないかと告げている。大丈夫、フィオにゼロスも一緒だからね。もう子供じゃないんだ。グランマの留守くらいしっかり守らないと。ったく、ガキが一丁前に生言ってんじゃねえ。よう、調子はどんなもんだ。親方、新型レンズなら早速試させてもらってます。誤差 0.03 マイクロアージュ以内の高精度、
さすがは職人街の皆さんですね。足りめえだ。博士の宿題の一つだからな。じゃなくて、おめえさんの話だよ。最近根詰めすぎてねえか。 いえ、このくらいは余裕ですよ。すみません、いつも気遣ってもらって。でもいいんですか、上もうるさいでしょうに。僕なんかのために。だからガキが細けえことを気にすんな。研究者には研究者の、技術屋には技術屋の本分ってのがある。ましてや博士の秘蔵庫を手伝わないなんざ、バーゼル職人の名がすとるってもんだろう。親方、ありがとうございますと。すみません、タウゼント CEO？ 僕なんかにどうして。待ってください、どうして急にそんな。ですがここは博士の。とにかくすぐ伺います。タウゼントめ、ろくでもねえことを考えつきやがったな。まずは現代に続く共和国憲章の宣言、そしてイーディスへの遷都が浮かびますが、このアラミス高等学校の創設と経緯についても注目したいです。彼女の同志である芸術家アラミスをはじめとする多くの意見を取り入れたのはもちろん、隣国リベールの王立学校だけでなく、敵国だった帝国の士官学校まで参考にしたとか。人種や国境、主義や思想の隔たりなく多くを取り入れ、より良いものへと昇華していく共和国となったカルバードを体現した重要な功績の一つだったと思います。いやー、ライバルが多そうだね。うるさい、授業に集中しろ。
盛り上がってるみたいね。ええ、今日もよろしく。ちなみに私も今年編入だから視察研修には行くつもりでね。もし同じ行き先だった場合、宿の手配の融通は聞かせてあげるわ。ギリギリまで迷ってもいいわよ。バイト先との兼ね合いを考えたいなら。そこは馴染みがあるし、知り合いも多いから逆に外すつもりよ。かといってコートやコトにも何回か行ってるし、サルバードも映画祭が終わっちゃったし。だからあの町に改めて行きたいと思っているわ。カルバードの学問と技術の粋を集めた歴史と革新に触れられる唯一無二の都市。財阀企画に動力ネットワーク、それ以外も含めて見どころ満載でしょうし。報告は読ませてもらった。なるほど、おおむね順調のようだね。カルバード首都圏での現地サポート、オペレーション業務も問題なさそうだ。アークライド解決事務所への出向、緊急案件以外は君の判断に任せよう。ご承認ありがとうございます。 A 案件については例外を除いて引き続きご報告させていただきますので。ああ、そうしてくれたまえ。例外というのが想定以上に多くなりそうなのが気にはなるがね。恐縮です。ですが。ああ、咎めているわけではないよ。それについては規定の範疇内だ。さすがに某組織のように執行権限者に全ての自由を認めるのは無理だがね。ええ、企業活動に馴染まないのは確かかと。こちらとしてはワンアークライドと専用フォローの挙動も気になるが、それとは別に君自身の経過と実践データについても期待している。よろしく頼むよ。リゼットトワイニング SC。かしこまりました、ソーンダイクゼネラルマネージャー。マルドゥック所属してなお底が見えませんね。実利を優先しながら虚実を徹底的に使い分けて輪郭をぼかすあり方、言えた立場ではありませんか。さて、私も本日の業務を始めましょうか。